皆さんどうもこんにちは。最近暑くなってきましたねー。体調管理には気をつけたいうつ主のミーです。皆さんどうもこんにちは。おなじみ暑い女霊夢です。そろそろクーラーの季節、マリサだぜ。ということで本日もカービィディスカバリーを実況していきたいと思います。前回から裏世界に挑戦しているカービィですが、果たしてレオンガルフを救出できるのか、今回も頑張っていきましょう。このウルトラソウルを集めるのよね。レオンソウルだよ。このソウルを集めることで、レオンガルフを助けることができるみたいなんだよね。まさかこのステージに50個あるなんてことはないよな。全部で50個なんじゃない？ドラゴンボールより果てしない。まあそこはカービィに頑張って見つけてもらいましょう。僕探し物探すの苦手なんだよね。こんなところにも隠れてやがるのか。こりゃ隅々まで探さないとわからないわ。世界の色がおかしいから探すのも一苦労です。いっさー、あの牛やりやがったな。おとなしくハンバーグになっていろ。ハンバーグはやっぱりおろしポン酢だよね。デミグラスだろ。やばい、ハンバーグ戦争が起きそうだわ。ハンバーグ。さあ緑色の星が完成しましたよ。ワドルディじゃなくてレオンソウルになってるわ。なるほど、ワドルディポジションなのね。なんか味気ない気もするけど、きっと後々感謝されるわよ。あ、前方に3つもあるよ。確かここにもワドルディがいたな。ワドルディの位置と同じなら覚えてるだろうし簡単じゃない。この私が覚えているとでも？あ、覚えているわけなかった。ワイルドハンマーも確かに強いけどやっぱこれ楽だな。遠距離から安全に攻撃できるってのもいいな。設置型だし継続ダメージなところがいいよね。ねえ、こいつこんなに強かったっけ？そういやこのチャージショット3発くらいで倒してたような。さすがは裏世界、中ボスのレベルも上がっています。これは能力強化が必要になってくるかもしれないわ。コピー能力のレベル上げだな。素材集め頑張らねえと。とりあえず強化なしのスペースレンジャーで撃破。あんな中ボスに時間かかってちゃこの先不安だよ。ボス戦とか大丈夫だろうか。お金とレアストーンはありませんが気合だけはあります。これでこの辺りのレオンソウルは全て見つけたみたいだよ。先へ進もう。エフィリンが教えてくれるのはいいわね。うんうん、ドラゴンレーダー的な。ひで扱い。さあ引き続きソウルを回収していきましょう。気持ちいい、一気に倒すこの爽快感。これでストレス値が少し減りました。どんだけストレス抱えているんだ。私なんて人と全く会わないからマシだけど、人とよく会う人はほんとすごいよ。尊敬するよ。ストレスの大半は人間関係だものね。イブスリーツあっても足りないぜ。みんながみんな好きな人だったら楽しいんだろうけど、僕なんか見てみなよ、周り全員敵だから。カービィもストレス抱えているのねー。でもこんだけぶん殴ってんだから発散してるだろ。ぶん殴り、最高。ただし自分も殴られます。平和な世界とは。これもしかしたらレオンソウル50個このステージ内にあるのかも。これだけスイスイ回収してるからね。ここだけで50個なら全部で1つあるんだよ。レオンさんの魂ってそこまで粉々で大丈夫なの？どうやったら粉々になるのかしら。相当悪さをしたんだろうね。何その地獄の刑みたいなの。魂という名の体の部位を粉々にされたのよ。グロイグロイ。自販機しか勝たんとか言って吐き出してんじゃねえか。自販機じゃさすがにこの段差は無理ね。お、エフィリンチェック完了みたいだよ。やったわ、これで思い残すことなく先に進めるわ。教えてくれるならワドルディたちも教えてくれりゃよかったのに。確かに、全ワドルディ救出できてないから教えてくれると助かるな。強制労働させられてた奴らも無事帰ったのかな。あの人たちはきっと帰ったわ。空に、バッドエンドなんですけど。大丈夫だよ、あの混乱でみんな逃げたって。そうそう、ここ岩流れやばかったよね。最初から大変なステージだったんだな。うわぁ、逃げろ逃げろー。あれに当たればソウルゲットだっけ。ベチャンコになるだけだよ。こんな状況でもコピー能力を忘れない冒険者の鏡。たまたまそこにいたから吸い込んだんだろ。落ち着いて走ればここは大丈夫。敵は勝手に潰れてくれるしね。カービィ選手、ゴール。コツコツ進めてショッピングモールまで来ました。ここまでは体験版含めて3回目だぜ。あれ、なんかゴリラの色おかしくない？ほんとだ、何あの色。明らかにおかしいな、警戒した方がいいぜ。なんかパリピになったみたいなんだけど。おい、お前、何者だ？ゴリルムンバ、幻。幻ってことは、こいつは幻影なのか。でもこいつ、実体あるよ。ふん、虫か。じゃあ、こいつ顔怖い。虫は地面に叩きつけてやる。結構攻撃力も高いね、何度も掴まれちゃ死んじゃうよ。うまく足元に潜り込んで殴りましょう。おらー、こっちだってビビってばかりじゃないぞ。お前なんかハンマーで叩き。しつこい虫だな、痛くも痒くもないわ。やばい、最初のボスなのに強い。神攻撃が本当にめんどくさいわ。頑張れカービィ、お前なら勝てるぞ。
とにかく殴る、何があっても殴る。これが裏世界の洗礼か、厳しい旅になりそう。いっけー、殴れ殴れー。まずいな、カービィの HP がピンチだぜ。どっちが先に力尽きるか、手に汗握るよ。ひぃー、避けて避けてー。奇跡的に食らわずに済んだな。今がチャンスだ、ほらー。やったー、本当にギリギリの勝負だった。はぁ、もうこんな勝負したくない。これでようやく最初のステージはクリアだな。レオンソウル5つももらっちゃったわ。これでここのソウルはコンプリートか？ここ足りなかったー。さすがはウプ主だわ。なかったことにできない。無理だろ。続いてのコースはなんとも危険なコースです。お前も道連れだなんて一体誰が。ストップストップ。昨夜。たまたま通りかかったから時間止めてみた。あんたまたすごいタイミングで止めたわね。昨夜、お嬢様ただいま。止めた意味ねー。なんでこいつ自分からマグマ入浴してんだ。おのれマリオ、お前も道連れだ。自分から入ったくせにこれはひどい。まったくだよ。一体僕が何をしたって言うんだ。マリオに怒るんじゃなくて昨夜に怒った方がいいわね。さあここからクッパの大楽襲が始まります。ガッハッハッハ、この仕掛けから逃げ切れるか。逃げ切れたら焼肉汚れ。今俺様が焼肉状態なんだよ。強制スクロールだから慎重に進むんだぜ。だがただ進めばいいってもんじゃねえぞ。ところどころに仕掛けがあるからせいぜい気をつけることだな。まったくこれじゃあ自分がマグマに入ること前提で仕掛けたんじゃない。グッパ様って嫌なやつでしょ。こらー悪口ー。先が見えない仕掛けが厄介だね。そうね、まるでウプ主の人生みたい。お先真っ暗。ふふふふふ。昨夜にまた時間止めてもらおうかな。すんませんした。くぅ、やり直しだぜ。焼肉になったはずのクッパの炎が後ろから来てるんだけど、あいつさては焼肉になってねえんじゃねえか。そんなことはない。俺様は焼肉じゅうじゅう。いや、焼肉が自分から喋るはずがないよ。確かにそうだな。認めたー。あ、習慣だ。半分まで来れたってことだな。あ、やばい音符ブロックにはまっちゃった。うわぁ、超ギリギリじゃねえか。体半分が画面に挟まっちゃってるわよ。なんとか危機一発先に進めたよ。こらー、マリオ待ちやがれー。待ちやがらないでーならいいよ。逃げてって言ってるのと同じじゃねえか。俺様は壁も簡単に壊せるから怖いものなしだぜ。あ、ケムシ。こらー。ケムシの方があんたのこと怖いわよ。なんか久しぶりにこんなに長いコースで遊んだ気がするよ。たまにはこんなハラハラドキドキの長いコースもいいわね。ふぅ、危ない危ない。お前正面から今当たらなかったか。無敵時間が切れたはずなのに。いやいや気のせいだよー。見たぞ今見たぞ。マリオは時々常人ではなし得ないことをするから。そしてそれを最初に目撃してしまった人物は。8000ポイントになる。こわー。くわばらくわばら。次に怪奇を最初に目撃してしまうのはもしかしてあなたかも。